コーネリアス・ジョン・ライト・ホール・ベイツは、カナダの宣教師、関西学院第四代委員長、関西学院大学初大学長を歴任した。1912年に、小学部の初大学部長であった時に、マスタリー・フォー・サービス、という関西学院のスクールモットーを提唱した。関西学院大学カナダ・オンタリオ州、ロリニャル出身、マギル大学、クイーンズ大学を経て、 モントリオールのウエスレ安心学校に進む。関西学院は当初、アメリカ南メソジスト監督協会単独での経営であった。その後、カナダ、日本領メソジスト協会との三者共同経営に変わったのを受けて、カナダを代表する形で、1910年に赴任した。小学部の初大学部長であった1912年に、マスタリー4サービス、 という関西学院のスクールモットーを提唱した。その後、院長、初大学長を歴任した。在任中に、関西学院の植木原移転や、大学昇格の事業を推進した。太平洋戦争勃発直前の1940年12月、やむなく辞任する。別れに際し、工事を託す、数人の教え子、教職員を部屋に招き、共に祈り、 学院のすべての友に当てて、キープディスホーリーファイアバーニング、この聖なる火を絶やさないようにというメッセージを残した。ありがとうございます。